こんばんは。そう、今日はね、いや本当になんかね、今日謎にスイッチ入んなかったんだけど、なんかもうずっとゴロゴロしてた。なんか今日ね、ごめんね、顔すごいむくんでんの。ご飯食べてゴロゴロして、ご飯食べてゴロゴロして、お昼寝して、で起きてご飯食べて、えってやってたの。やばいよね、ちょっとびっくりしちゃった今日の生活。明日から頑張ります。明日から頑張ります。動きます。昨日の影響だな。いや別に昨日の影響ではなかったんですよね。そう、特別、影響はなかった。ギフトありがとうございます。こんばんは。ね、びっくりした自分でも。ゲストありがとうございます。こんばんは。だからね、ちょっと明日から頑張る頑張る。明日から多分多分たまにはね、でもね、必要だよね、そういう時も。ゲストありがとうございます。そういうのも必要だ。こんばんは。お昼寝したはずなのにね、眠いの。すごいよね、私の睡眠欲っていうんですか、どうなってんだよっていう。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。いや本当に私の睡眠欲、いや本当にすごいよ。え自分でとか言ってんだけど、いやまあ すさまじかったですね。こんばんは。あー全然大丈夫です、この通り。元気、もう元気元気、眠いけど元気いっぱい、元気100倍、アンパンマンです。はい、こんばんは。そう、そんなこんなで今日はね、マスクです。思ったより顔がむくんでいた。もう今日ねずっとゴロゴロしながらお菓子食べてたの。やばい。お久しぶりです。やっほー、こんばんは。こんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。そんな日もあるよね、知らんけど。いやーまああるんじゃないかな、めったにしないけど。こんばんは、光るの光るん、こんばんは。どこにこんばんはしてんのどこにこんばんはしてんの。うん、いや本当に今日はやばかった、でも幸せだったそう、あマスクでかいのはね、そう大きいんですよこれ。もともとちょっと分厚めの布なんで、あとここがね太いんで大きいです。こんばんは。手作り？いや全然、あのなんかの付録、お姉ちゃんがねくれたなんかの付録についてたんだけど、あげるよって。だからミルクフェドかなこれ。うん、ここにねロゴが入ってるんです。こんばんは。そう、これデザイン可愛くて、これねベージュなんですけど、もう一個ねピンクのやつがあって、あそうそうそう、なんかファッションなしかなんかの付録です。こんばんは。やい、ピース。こんばんは。ね、そうおでこも出しちゃって、今
ハンパイ食べすぎて今絶賛後悔中。しかもね、お菓子食べすぎて後悔してる。ポテチを食べた。チーン、やばい。こんばんは。ね、なんだろうね、なんでお菓子ってそんなに美味しいんだ。こんばんは。なんか老けたとか言われた。まあいいけどさ、もう何言われてももういいやってなったけどさ今。はい、まあ老けたと思うなら老けたんじゃないでしょうか。こんばんは。ポテチってね、なんで美味しいんだろう。なんでそんなに美味しいんだ。こんばんは。元気出しなよ。老けたって言われたからちょっと元気なくなるんだよ。はははは。はははは。ねえ、ポテチって止まんないよね。ポテチ大好きなの。お菓子食べるときってポテチ買っちゃう。でもさ、ポテチさ、だからさ、個包装がいいよね。なんかさ、大きい袋を開けるとさ、なんか止まんないじゃん。止まんないじゃん。止まんないじゃんね。なんかさ、固いポテトとかはさ、ちっちゃい袋のあるけどさ、まあ普通のコンソメ、なんだっけ、幸せバターとかさ、全然なんか個包装ってちっちゃいのってほぼほぼないじゃん。ちっちゃいの欲しい。こんばんは。こんばんは。そう、一袋開けちゃうとね、だしけっちゃうじゃん。しけるじゃんね。しけるからさ、もう食べなきゃっていう使命感にね、駆られるよね。こんばんは。今日朝ごはん食べれたの？あ、普通に食べれたよ。全然お腹なんか別に普通だった。ね、ここくらいつながってるのは。なんか片揚げポテトとかなんかあんまりひかの好みの味のやつがなくって、そうひか薄塩ってあんまり得意ではないんですよ。そうね、ボックスにポテチは常備。いや、そんな常備はしてないかな。常備ってほど常備はしてない。まあグミは結構入ってること多いけど、忍者飯のソーダだっけとか大好きで、それは割となんかコンビニ行くと買っちゃう。何塩とかコンソメとか、あ、まあコンソメとか、まあまあまあ、なんだっけ、サワークリームオニオンとか、あと幸せバター。基本的に食べるのはこの3つかな。そうそうかな。まあたまにね、なんか期間限定みたいな味とかは食べるけど、そう、まあ基本的にはひか幸せバターが好きかな。幸せバターが一番食べる率は高い。そう、幸せバターやばいんですよ、本当に幸せ。そう、あの食べてる間はすごく幸せ、食べた後の罪悪感は半端ない。また肌の調子悪いの？いや、あのもう完全にお顔のむくみが最悪状態でしてね、コンディションがコンディション、お顔のコンディションが、もともとね、お肌はね、ちょっと荒れ気味なんで、今日もお菓子食べちゃった数日後が怖いです。お菓子を食べた数日後はね、肌が荒れるんです。怖いんです。こんばんは。そう、今日はね、コンディションがね、
食べると向こうの、いや別に辛いのっていうより普通になんかお菓子かな、お菓子とかの、うん、やつでむくむかな。まあペヤング大丈夫だったの？ああ、まあなんか大丈夫でしたそう、まあね、あのヒカは5分の1くらい、お母ちゃんが5分の4を食べたんですけど、2人とも大丈夫でした、割とお腹、うん、朝起きて大丈夫って言ったら、あ、全然大丈夫って言うておりました。ペヤングとポテチどっちのせいよ、どっちも C っていうなら多分ペヤングよりね、飲むヨーグルトそう、飲むヨーグルトの方が影響大きい。ペヤング、何のペヤング食べたの？極激辛麻婆を食べました。お口がとてつもなく痛かったです。私こちらの感想としては以上でございます。いや、やばかったね、凄まじかった。ノリとテンションで無謀なことするのはやめようね。そう、ブルガリア飲みすぎたのだからね、本当にお腹がね破裂しそうだった、パンパンだった。口腫れたんじゃない？え、全然大丈夫。そう。そう。全然大丈夫。そう、私はね、すぐさま冷やしたから。拭いて拭いて冷やした。そう、5分の1でしたね。いや、いや、ちょっと待って、本当にね、マジで痛いの。そんなに一気飲みしなくてもって思ってさって思うじゃん。一気飲みしないとやってらんなくなるよ。昨日もね話してたんですけど、飲んでないと痛いんですよ、口が。そう、あの何もしてないと口が痛いから飲むしかなかった、痛みから逃れるためにって感じです。痛いの、本当に痛いの。ギフトありがとうございます。ヨーグルト飲むと辛さ和らぐの？うん、辛さじゃないの、辛いんじゃないの、痛いの。そうそうそう、痛いんです、もう激痛激痛、口の中と口の周りと激痛なのね。そう、辛い通り越してもう味も感じない痛さだったのね。そうで、その痛みから逃れるために、あの口に何かをあの入れとかないとやばいっていう。ギフトありがとうございます。ハッツが敵を取ってくれるさ。いや、取ってくれなくて大丈夫です。無謀なこと言わないのね、ハッツ、あのやりますとか言ってないでしょ。やりたいとは言ってたかもしれないけど、私全力であのやめときって言うからね。そう、痛みを知る者は語るよ、本当にマジでやめとけマジでやめとけって言うよ、本当に。初めの方平気なのかなと思ったけど、あの初めはね、本当に口に含んでしばらく食べてる間は痛くなかったの。だんだんマジで痛くなる。そう、マジで痛い、悶絶だから。しかも初めね、あれ意外といけんじゃん、あいけるかもこれと思ってしばらく味わってたらあそこで味わうのがね良くなかったんだよ。そう、飲み込めばよかったの、すぐに。辛いのと大食いならどっちがいい？どっちも嫌です一
一口が多かったのでは。いや一口目そんな多くなかった、多くなかった。そう一口目は全然普通に、二口目は確かに多かったけど、もうねたくさん口に入れて すぐ飲み込んで、もうすぐさま食べるしかないんだよあれはね。やばいよ。こんばんは、初見さんありがとうございます。そうだからね、まあなんか本当に皆さんね、もし食べるなら無理せず、基本的にあの辛いの大丈夫って言ってる人でもあの無理だと思います。そう、うん、そうなの、時間かけちゃダメなの。味わうとかももってのほかだよ。味わった私がバカだったんだけど、本当に味わっちゃダメ、飲み込んでって感じ。少し噛んで飲み込みなっていう、そんな感じでした私の感想と言うと。本当にもうね一生食べないと思う、やりたくない。しばらくね辛いものいらない、うん、辛いものいらない。ね、普通のご飯はねちゃんと味わって食べてくださいね。やっぱり味わって、あ美味しいなとかありがたいなって感じながら食べるのが一番いいですからね。でもあのごく激辛から食べる人はあの本当にあの私からの忠告、まあ食べないことが一番だけど味わっちゃダメだよ。こんばんは、しゅけんさんありがとうございます。最後の一口もやばかった。いや最後の一口ね割といけたの。そうあのねマヨネーズをね全力で絡めた。お母ちゃんもね、まあお母ちゃんが大半を食べてくれたんだけど、ひかのお母ちゃんが食べてくれたんだけど、なんて言うんですか、もうものすごいマヨネーズが絡められてたのね。そうそれのおかげで少しいけた。しかも多分ねあの口の周りが痛いっていうのはもう多分そのソースがね、まあ、辛いわけなんですけど、もう拭かなきゃダメなんだろうなと思ってそう、うん、なんかその成分が皮膚につくことによって痛いんだろうなって感じだったから、もうすぐさま洗ったもん。そう洗ってきていいって洗って、なんかもう本当に洗わなきゃダメだと思った。今日も捕まりたくて来ました。残念、今日はポリスではございませんデコ出し女です。そうパジャマだしそうね、口に傷とかあったら最悪だと思う、めっちゃ痛いと思う。気をつけて。だからみんな、あなたの体に変ない。あ、全然大丈夫でした。お母ちゃんもひかも割と平気でね、昨日ねのんびり夜中までお話ししてた。うわやばかったね、辛かったね、いや辛かったね以上に痛かったねっていう話をしながら、何時だろうね、もう1時くらいまでずっと話してて、そうそれからひかはまたしばらく2階で携帯触って、あら天気が、おー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 おおすげえな、やばいやばいやばいあられじゃないかな。
やなんかね今日話してたの、まあなんかねちょっと私は今日あることがあって少し不機嫌だったわけまあね理由はちょっとまあ伏せとくんですけど、まあ、あることがあって不機嫌だったんですよ。で朝は全然大丈夫だったんだけど、私がすごい不機嫌になっていく行けば行くほど、なんかすごい外でね雨が降ってきて、この外の雨はな私のなすさんだ心を表してんのやな言うてそう今のすさんだ心を表してんのやなっていう話をしてたそう天気とシンクロしてたのそう今はね別に普通なんですけども、そう今の私の心を表してんねんって話をねしてました。そうあられかな多分この音、ね、ちょっと本当に機嫌悪かったんだ今日はそうちょっといろいろ悩んでて、今はねもうまあ悩んではいるけど怒ってはないそう怒ってはないけど、そうまあねどうしようかなっていう、不機嫌な原因は何だったの。いや秘密秘密秘密、そう今は全然普通普通普通に配信してるし、そんな時もあるね。あるよそりゃ怒りたい時もあるし、もうなんだこんちきしょーって思う時もあるそうこんちきしょーって思う時もあるよ。うん普通に怒ります私も。うんゆうひとありがとうございます。今のこの天気まあ普通うん、なんかすさんでもないし、だからといって特別なんかすごい快晴ってわけでもないし、なんか普通いやでもね雨降ってきてんなあんま表に出さないタイプ。いやお母ちゃんには言うよ、お母ちゃんには結構なんなら八つ当たりしてごめんねくらい思う。そうやっぱりなんかさモヤモヤってさ誰かに聞いてもらわないとやっぱり気が済まないじゃん。そうひかたまにさ怒りすぎてさなんかまあいろいろあるじゃん。まあひか割と、まあ、お姉ちゃんとも喧嘩したりもするし、そう怒ることって結構あるんですけど、割とあるんですけどたまに怒りすぎて涙が出てくるんです。なんでだろうね、なんかイライラしてる自分に悲しくなってくるのか知らんけど、なんで私こんなに怒ってるんだろうって急に涙が出てきて、一回ねなんか新幹線の中でまあなんかちょっとねちょっといろいろ用事があって、まあお母ちゃんとお姉ちゃんとね連絡してたのねグループラインで、でそれでなんかちょっといろいろあってなんか私の何かが、ね、イライラしたんだろうね、なんか怒っちゃってすごい。でまあ新幹線だしまあ別にひか一人だし、まあ周りにはねお客さんいるけど、まあ一人だし見ながらすっごいもうなんかモヤモヤしてイライラしてあーと思ってたのねでそれをもうどうしたらいいか分かんなくてお母ちゃんに電話してたら急に涙出てきて、もう本当に嫌なんだけど何ってそう涙が出てきちゃって、そう少し泣いてたね。ねお兄ちゃんとはね喧嘩しない、でもお姉ちゃんとはね割と年も近いし、まあちょいちょい喧嘩はしますね。そう涙が出てきちゃって、主権さんありがとうございますこんばんは。ねえ情緒不安定かもしれないその時も豪雨だったと、いや快晴でしたもうね雲一つない快晴でしたそう、まあ、そんな感じでねそういう日もあります。そう傍から見たらねちょっとね別にね
なんか泣いてるのはそのまあさすがにね、あの席座ってるところで電話とかはできないし、そうなんか、うん、なんか出たんだけど、ちょっといやもう本当にあの時はねやばかったね自分一口食べた、よく飲み込んだね、飲み込んだ、うん、痛いやっぱり、うん、できるないですよ、なかなか。しかもねその日もなんかちょっと混んでて、新幹線がね混んでたんで、なんか立ってる人もいたわけ、少しそう満席だったから立ってる人もいて、でまあ一人デッキであの立ってる方がいて、その少し離れたところでもう本当に何なんだろう、ね、もう本当に嫌だって言って電話してた。結構最近の話、結構最近の話、そうだからなんかもうあのイライラして自分の中でもう消化できない時、やっぱり自分でカラオケ行くとか寝る食べるとかで消化できる時あるけど、まあどうしようもできないじゃん、一回新幹線乗って周りに何もないって仕事があるなった時どうしようもできないから、その行き場がなくって消化できなくてああと思ってそう、そんなこともございましたね昔からちょいちょいあるよ、そんなもんよ。俺だったら絶対酒飲んじゃうよ、だってまだ未成年だもんお酒飲めないのよ。そうね、まあそういうこともありますよっていうことっすかね。そう人間だもの、うん。でも割とねその後ね電話してからすぐ落ち着いた、そう仕事だったからさ、うん。爆発しちゃうよねたまにね、どうしようもなくなるんです。ね、まあ皆さんもだからね適度にストレス発散してくださいね、誰かに愚痴言うでもいいし、本当にねそういうのしてないとねやってらんなくなるからそういずれ本当に爆発しちゃうから。一番のストレス発散法は何なんだろう、もう何もしない、いや何もしないはダメだ、なんかいろいろ考えちゃうから、うーん、食べる、ご飯食べる、まあ今日みたいなちょっと堕落した生活を送るご飯食べてゴロゴロして寝て、でまたご飯食べてお菓子食べてするのがやっぱり一番ね、後からの罪悪感もすごいけどその瞬間だけはね落ち着くようん、そう後からね、あ食べちゃったっていう罪悪感は残るけど、そうまあ一日だけならねたまにはそれで収まるんだ、いや収まるときは収まるけど収まんないときは収まんない、うん、そうギフトありがとうございます。もう収まんなかったらねどうしようもないよね、ずっと抱えて生きていくしかない、重い重い話の内容、重いって抱えて生きていくしかないだってギフトありがとうございます。理不尽なことがあっても意見とかしっかり言える人、あ言えない人、言えないあんまり、うん、なんか誰かにも誰かに誰
か言ってるかにもよるかな。うん、まあなんか友達とかなら言ったりはするかもしれないけど、なんかやっぱり目上の人とかだと、うん、ね、言えないよね。ギフトありがとうございます。そうそうそう、まあ、やっぱり感謝もしてるし、そういうものだなって思うしかないと思ってる。そう、言えないよ。まあ別それが当たり前だと思ってればそうなんですけど、私はもう仕方ないと思って生きてる。うん、そうだから別にかな。なんかまあ理不尽なことってどこでも起きうることだし、そう、んーかなーって。もちろんね、言いたいよ、言いたいこともあるときはあるよ、あるけど、なんかいろんな恩もあるじゃん、感謝とかもあるしって思うと、やっぱりなんかこっちはそういう面ではちょっとは我慢した方がいいのかなって。そうだから、そういうことがあった時にストレス発散するのが一番なんですよ。まあ誰かにこういうことがあったんだよねっていうお話するのでもいいし、そうだな、まあカラオケ行く、寝る、食べるでもいいし、なんか基本的にはあれだよね、うまいストレスの発散方法を見つけることが手っ取り早いんじゃないですか。だって自分もそうだけどさ、なんか相手に変わってくださいっていうのは結構難しい話じゃないですか。そう、しかもだって今日から君こういう風に変わってねとか言われても絶対無理だし、まあ、もちろんその人のね性格とか、まあ、個性っていうものがあるわけだからってなったら、もうこういうこの人はねこういう人なんだって割り切って違う方法でストレスを発散しようっていうのが、はい、まあしかもうまいことできてるかって言われたらできてないけど、そうだからね、本当に誰かに話せるってこと大切だから、なんか話せる人を作ったらいいよ。もうこういうことがあってすごい嫌だったんだよねとか言えるだけで全然違うから、そう本当に違う。これ一つちょっと愚痴るだけでも違います、やっぱり。そう、そう全然、ね、だからね、聞いてほしかったら聞くよ聞くよ、ひかも。うん、そうだから、なんか面と向かって言ったりするのはやっぱりなんか相手も傷ついちゃうし、ね、なんかやっぱり悪口っていう風になっちゃうからあれだけど、そうなんかちょっとこういうことがあって私はこう思ったんだ、こういう風に嫌だったんだって少し話せる相手を作るっていうのはいいと思う、ひかは。そう、なんかバカとかアホとかはダメだよそうバカアホっていうのはなんかあれだけど、そう、うん、なんかやっぱりちょっとそれ、ね、悪口とかになっちゃうからあれだけど、うん、そう少しなんか本音をね漏らせる相手がいたらいいと思います、私は。
ことストレス発散していこう。ね。あれ動いてる？あ、動いてたよかった。動いてたよかった。急に止まったかと思った。あれバンされた、もしかしてちょっとダメだったと思った。よかった。から心理カウンセラーとか向いてそう？いや、ヒカはね、でも逆にそ、なんかどうなんだろうな。別にヒカ全然聞くのはいい、全然別にね、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、自分の性格上自分も苦しんじゃいそう。なんか、なんか、まあ別にこれ悪いことではないんだろうけど、ちょっと感受性がね、少しあるから、やっぱりちょっとあるもんだから、なんか自分もなんか一緒にってなったり、そう悲しくなっちゃったり、なんか落ち込んじゃったり、ちょっと一緒にイライラしちゃったりっていうことが、そう感情がそう入っちゃいそう。なんかそれだとちょっとあれなのかなって思っちゃう。だからすごいですよね、そういう心理カウンセラーの方とか。初見さんありがとうございます。そう感情移入しちゃう。昨日のポリステーションは、いや、ちょっと今日ね、ちょっとね、ちょっとね、堕落してたから、こんな感じなんですけど、許して。ゆふた、ありがとうございます。女性の多い職場って大変？別にそんな、メンバー間でなんかあるわけではないから、そう、仲いいし、まあ、ヒカだとね、やっぱり、同い年組の子とは特に仲いいし、別に何かあるわけではないから、大変かって言われたらどうなんだろうね。バイトとかはしたことないし何とも言えないんだけど、そうそうそう、こんばんは。辛いものはちょっとやめとく。遠慮しとく。なんかね、将来ね、なんか周りがね、私結構本当に恵まれてるって思うのね。思う、それは本当に小学校とか中学校でも、こんばんは。まあ多少ね、やっぱりからかわれたりとか、少し嫌なこと言われたりとか、まあまあまあそれなりにありましたけど、なんか、まあ優しい子たちばっかりで、まあ、誰かがね一緒にいてくれたり、仲いい子もいましたし、ね、まあ所詮なんかからかわれるくらいだったんで、うるさいって言っとけばそれで十分だったし、ね、メンバーもすごい優しくしてくれるし、ね、ファンの方もこうやってね、しかそのファンの方にね、まあやっぱり少年無情ではね、なんか嫌なこと言ってくる人ももちろんいますけど、そうでもね、なんかみんなね優しくて、そんなね、お話し会で嫌なこと言われることなんて本当に全くないし、ね、そういうのはやっぱり恵まれてるなと思うので、なんかこのね、このあの私は将来社会に出た時に、あれ大丈夫かな私みたいな。そう、今までがねすごい恵まれてたから、いろんな人間関係にね、そう恵まれてたから、
あれ私社会出た時大丈夫かって思ってる。そう、え、ごめんなさい、なんで謝られてるの？そんな大丈夫だよ、え、全然嫌なこと言われたことないよ、大丈夫大丈夫。お話し会とかね、なんかそんなお前ブサイクだなとか言われたことないから大丈夫。ショールーム上では、まあ、もちろんね、でも言ってくる人はいますけど、そういう方はね、なんかまあまあまあ勝手に言っとけよっていう感じだし、あのね、あのまあまあまあな、ポチッてするじゃないですか。ポチッてねするじゃないですか。ね、そう、だからね、全然皆さん本当にありがとうございます、いつもね。なんかヒカのね、わがままにも付き合ってくれて、なんかキャンペーンを手伝ってほしいとか、あ、ギフトありがとうございます。そう、今月で、ね、ちょっと2回目になるんですけどね、なんかキャンペーンね手伝ってくれたりね。そう、本当にビスさんのイベントとかでもね、なんか手伝ってくれたり、ショールームね、なんかね面白いコメントしてくれたり、見に来てくれたり、もう本当にありがとうございます。ギフトありがとうございます。本当になんかね、ファンの方優しい人ばっかりだなって思うんだよね。何、優しい顔して実はって、何々、怖い怖い。急に、あの急になんか言われたりする、大丈夫。ゲストありがとうございます、こんばんは。まあね、だからね、いろんな人がいるけど、私は本当に良かったなって思ってます。本当にみんな優しいと思う。こんばんは。ヒカがいい子だから、ヒカね、いい子じゃないよ、別にいい子じゃないよ、うん、そう、今日はね、あのデコ出しマスクマンなんです、許してね。許してね。ありがとう、本当に。こういうことを喋ってるとね、私ね、なんか泣きそうになるからやめとくわ。ちょっともうやめとくわね。なんかね、私の涙腺ね、ちょっとね、涙腺壊れてんの。そう、なんかね、だからあの生誕祭とかでも、なんか18歳はどうでしたか、19歳はどうしたいですか、最後にファンの方にメッセージありますかみたいなあるじゃないですか。あれ絶対喋ってる間に泣いちゃうんだよね。そう、まだ泣くのか。そう、泣き虫ちゃんなの。そう、あのね、すごい優しくされるとね、すごい涙が出てくるの。そう、ダメなの。だからね、本当に、次の生誕もね、泣く自信ある。絶対泣くなって思いながらね生活してる。あ、ゆきりんさんに浮気してきちゃったの、逮捕だぞ。昨日のまだ引きずってる。こんばんは。そうそうそう、なんだろうね、ひか、なんでこんなに泣くんだと思う。ギフトありがとうございます。なんで泣いちゃうんだろうね、困ったな。結構困るんだよねこれ。しか最近さ、だからどうやったら涙が出なくなるかね考えてるの。いや、なんかだからさ、あの悩み事とかないとか言われたりするじゃないですか。言われたりするんですよ、まあお話とかねするときに。そう、絶対涙出ちゃうの、喋ってる時とか。なんなら喋ってる前にね、なんかそういうこと聞かれるだけで
まあもちろんね、ないわけではないから、こういうねお仕事してるとないわけではないから、急になんか涙がねボーって流れてきて、どうしたらいいんだろうね私の涙腺。そう、ちょっともうちょっとさもうちょっとねなんか涙止めてほしいんだよね。そう、話にならなくなっちゃうから、もう話せなくなっちゃうから。そうで、きっとね、あの喋ってる相手も急に泣かれたら、えどうした今ので泣くところかみたいになっちゃうから、そうね、そう感情が溢れちゃうんだろうねきっとね。どうしたらいいんだろう、最近本当に割と悩み、ね、泣くのは悪いことではないんだろうけど、相手の人が困惑しちゃうからきっと。頑張ってください、ありがとうございますね。なんやなんやってなるよね。でこの前も一回あって、そう泣いちゃったの、うん、なんか悩みないですかって言われて、いやまあ、うん、持ってることはまああるなと思ったら、そうなんて言ったらいいかもわかんなくて涙が出てきちゃった。そう、相手が本当にあごめんねごめんね、どうしたのってなっちゃうから、それはなんか私自身申し訳ない。そうだから涙を止めたいんです私は。悩みないですか？ありますよそりゃ、ないわけではないです。そうありますよそりゃ、誰しも悩みの一つや二つ持ってますよね。涙腺弱いのにちょっとしただけ涙出てしまう。あー一緒、張り紙でもしとく、優しくしないでください。いやそれはそれで泣くな。それはそれで泣いちゃうわ、優しくされなかったら。ねえ、だから最近はちょっと悩んでる本気で。後で泣こうって撮っておくと耐えられる。いやーそれがね、ひかね絶対泣かないとか、そう今泣くのはやめようと思うんだけど、どうしてもねなんかあーなんか悔しいなとか、あーもうどうしたらいいんだろうって思うと、本当にもうボーって出てくるの。涙の出方じゃないけど、こんなことしてるとそうこうやって出てくるの。玉ねぎあると絶対泣いちゃう。あーあーあー、それはね、ね涙出てくるよね。最近ねお母ちゃんねネギ切りながら泣いてた。そう長ネギ切りながらね、涙出てくんだけどって言うから泣いてたね。映画とかでもすぐ泣いちゃったりするの？もう映画もそうだし、ドラマもそうだし、アニメもそうだし、漫画もそうだし、全部泣く。そうそう、なんかやっぱりアニメの中にも辛い過去を背負ってる子とかいるじゃないですか。なんかそういうのを見るとこっちまでなんか苦しくなってきて、あーと思っちゃって。本当にやばい、何これ。うん、でなんかこういうことがあったんだ、辛いよ、それは辛いよねとかね、あなんか幸せになってくれてよかったとか、あって思うとすぐね涙がね出てくる。涙腺弱すぎるでしょ。やば、涙腺弱すぎ問題。だからねひかね、東京リベンジャーズあるじゃないですか、もうねマイキー見てたら本当に涙が止まんなくって。笑いながら言うとあれだけどさ、本当にそう、だってさ苦しいじゃんマイキー見てると、本当に涙が止まんなくてね、漫画読んで何回泣いたことか。うん、めっちゃ泣いた。
もう泣き虫で通すしか、もうそれでいいと思う。泣き虫の平野ひかるですでいいんじゃない。人の歌詞でも泣いちゃったりもある。あ、あるある、全然普通にある。ギフトありがとうございます。なんか、あ、これ背中すごい押してくれる歌詞だなとか、なんかそういう歌詞になんか胸が打たれるというか、そう、なんか自分も背中押してもらってる気になるし、そう、なんかね、なんかねっていう。待って、鼻がかゆい。治った。ね、なんか割と本当に泣きます。まあなんか親の前ではね、なんかよっぽどのことじゃないと泣かないんですけど、よっぽどのことじゃないとっていうか、なんかアニメとか見てとか漫画見てとか泣くのはなんか恥ずかしいんで泣かないんですけど、そう、基本的に一人でね漫画見ながらやばいと思いながら泣いてる一人。前ね、ポテサラにマヨネーズは必須。泣く、それは本当に。だってさ、ポテトだけじゃモソモソしちゃうじゃん、やだね。うん、そう、お兄ちゃんとかの前で泣くのも嫌なの。いや、虫出て号泣してたけど学校の卒業式とかも号泣。いや、中学の時は泣かなかったかな。小学校の卒業式は少し泣いたね。まあ割とすぐ戻ったけど、なんならね、お兄ちゃんの卒業式で泣いてたそう、しかもリハ中に。まあ小学校の時なんだけど、あの、まあお兄ちゃんが小6で、ひか小1だったわけで、小1の時にまあお兄ちゃん卒業するって、ひかお兄ちゃんも好きだったんで、あのリハ中になんかそういうのを見てたら、すごい、あ、小学校お兄ちゃんいなくなっちゃうんだなと思って、もう大人になって同じところ通えないんだなと思ったら、なんかすごい涙が出てきちゃって、急にひかね泣き出しちゃって、先生が困惑しちゃって、ギフトありがとうございます。そう、すごい困惑しちゃって、で、平野さんどうしたの、平野さんどうした、なんで泣いてるって言われて、お腹が痛いです全くお腹痛くないのに、お腹が痛い、お腹が痛いって言って泣いて違う、なんかお兄ちゃんが卒業しちゃうから寂しいのっていうのが言えなくって、恥ずかしかったの、それが。しかもリハの段階で泣いてたから、マジで恥ずかしくって、お腹が痛いのって言って全く痛くもないのに、あの、保健室に行って泣いてたそう、お姉ちゃんが卒業しちゃう時もね、割となんか悲しかったよ。そう、なんかずっと行ってたのに、同じところ行ってね、帰ってたのに、なんか同じところじゃなくなるんだなと思うと、そう、うんこれね、だからね、ここでしか言って、ほんとショールームでしか言ったことない。先生にももう真相は言わないし、あの、まあお母ちゃんもね、もう知ってるけど、前にもねショールームで話したことあったんで、少しそうあったんで知ってると思うけど、あ、ショールームで言うまで人に言ったくなかった。うん、もうなんか懐かしい、もう。ギフトありがとうございます。いや本当に、で
く覚えてるね。なんかね、そういう変な記憶だけ覚えてる。うん、先生に怒られて泣いたなとか、当てられただけですごい泣いてたなとか、そういうのだけで覚えてる。それ以外のなんか、あ、こういうことをしたとか、こういうのやったなっていうのはね、やっぱりあんまり覚えてないもんで、嫌な、ちょっと嫌な思い出だけね覚えてるよね。ギフトありがとうございます。昔は結構泣き虫だったね。まあ昔も今も泣き虫かな。うん、そうだから、なんか卒業公演、まあメンバーのね卒業公演とかあったり、まあなんか卒業しますっていうので、まあ、泣いてたりするじゃないですか、卒業発表で。あとは生誕とかでね、泣いたりするじゃないですか。もうそれ見ると私も泣けてきちゃうし、なんか誰もあんまり、なんかまあメンバー泣いててもみんなね泣きそうになったりなんだけど、なんかどう考えたって、あの他にきっと泣きたい子がいるのに、なんか私が号泣す、なんかするのもなんか違うなっていうタイミングですごい涙出てくるし、なんならちょっとごめんね、鼻水までちょっと垂れてきそうになっちゃうし、いつもね困ってる。そう、本当に、いや分かるんだよ、泣くのは分かるんだけど、なんかきっともっとやっぱりあの仲良くってとかいう子がいるじゃないですか。私より仲良くって本当にもうめっちゃ遊んでたし、ずっと一緒にいたしっていう子がなんか耐えてるのに、私一人だけなんかすごい号泣してるなっていうのがすごい恥ずかしくて、え、なんでヒカルが泣いてるのみたいになっちゃうかなと思って。そう、生誕とかでもなんか耐えてるそう、恥ずかしくて、ちょっとそうそうそう、本当になんか困るよね。だからなんで私が先に泣いてんのみたいな、ねえ。公演前のエンジンで泣いてそう。あ、それはない、それはない、それはないかな。まあ一回だけちょっといろいろ泣いたことあったけど、エンジンじゃないけど、そう、ちょっと不安になってね泣いたことあったけど、別になんかそれ以外はないかな。何時まで配信する？半くらい？どうしよっかな。なんかもう全然まだまだしゃべ、あ、大きい、出ていった、おーい、あの喋れそうな感じなんだけど。まあちょっと様子見て、まだ様子見つつ、急にまあこの時間で終わりますって言っちゃうかも。全然接点のないメンバーでも泣くの、うん、なんか誰かが泣いてるのを見たら泣いちゃうの。うん、8メンバーでは一番の泣き虫かもしれないね、もしかしたら。そう、きっとね、あのハッツとかね、ミッサーとかもね、あのなんで泣いてるんだろうって思ってる時あると思う。ヒカが急に泣き出して、そう、ヒカもともとね、根がねすごいネガティブなわけ。そう、ネガティブだから、なんかちょっとあるとやっぱりちょっと悲しくなって、あ、もうどうしようってなっちゃって、なんかまあ急に泣き出したりするわけ本当にごめん本当にあのいつもね、なんかね、ごめんなさいご迷惑をおかけします、すいません。そう、あのきっとね、なんで急に泣いてるんだろうとか、そうっていうふうに思ってることはあるかもね。ね、しかも普段がさ、ひか割とまあなんかメンバーといる時というか、まあ
アツとかといるときはなんか陽気というか、まあなんか割と普通にワキャワキャやってるタイプなんで、わはは笑ってやってるタイプだから、急に泣き出してあれこれあれあれあれってなっちゃって、そうそうネガティブです、はい、本当に割と本気でネガティブそう困ったね困ったね、ね、ポジティブでいることって大切なんだけどね、そう本当にね、やっぱりポジティブでいる方がなんていうの、なんていうんだろうね、なんかやっぱり得は多いと思うんですね私は。ね、でもどうしてもねやっぱりねネガティブになっちゃうよね人間ってね、難しいよね。って泣くの、いや普通になんかひそかにひっそりちょっと誰もいないところでってなってるううってなっちゃったりする。えでもそんな急に笑ってたの急に泣くとかではないよ、すごい今まですごい全力で笑ってたのになんか急にうーってなるわけじゃないよ、そうではないけど、まあなんか劇場終わった後とかはあそう、今は泣かない、あ泣かない泣かない大丈夫、泣かない、笑顔すごい笑顔、ね、かいかい鼻がかゆい、かいかい鼻がかゆい、かいかい、かね、まあなんかネガティブな私が言うのもあれだけどポジティブにいきましょうね、どの口が言うんやって感じやけど、はい、ポジティブにいきましょう。ギフトありがとうございます、頑張る、イエーイ。話し方の光の映画最高、よかったよかった、ありがとう、ね、ポジティブって大切だよね、やっぱりさ何事にもさなんか捉え方次第って言うじゃないですか、なんかまああることを失敗しました、で、あーもう失敗しちゃった、もう私はダメなんだって思うより、あ今失敗しといてよかった、それだったら次できるかもしれないと思う、これ全然違うじゃないですか、ね、全然違うよね、そう絶対ポジティブの方がいいんですけどね、ね頑張る日かもポジティブになれるようにね、本当に捉え方次第、そう割と火かも引きずるタイプ、あーこういうことしちゃった、もう本当にもうなんでできないんだ、なんで私はそんなにできないんだ、なんでここで間違えたんだ、いっぱい練習しただろっていうタイプ、うん、自分の中でね語りかけてくるんです、もう一人の自分がそう、なんでお前はできてないんだ、いっぱい練習してたじゃないか、だからお前はもう誰だよお前って感じだけど、その内心やっぱりいますよね、そういう人って、そう中にねもう一人いますよね、
切り替え大切。めちゃくちゃ何持つタイプなんだよな。まあまあそれは人それぞれですから。そうだね、コップにジュースが半分入ってて、あーもうないな、全然ないなって思うのと、あまだ全然半分もあるじゃんって思うのね。そうだね、わかりやすい。ポジティブにいきましょう。次の話から3部とも負けましておめでとうで終わると泣かれちゃう。寂しいだけだったら寂しいね。半分しかないじゃんタイプだな。あそうね、うん、ひかそういうタイプ。お菓子とかも食べててもああもうこんだけしかないんだなっていうタイプ。お菓子大好きだからさそうお菓子がなくなったけど、あもうこんだけなんだ、もうちょっと買っといて、買っといたらよかったなっていうタイプ。そういえばお話し会追加しました。あやった、ありがとうございます。あとすき焼きキャンペーン、すき焼きキャンペーンではないけど、焼肉、すき焼き対焼肉、好きなのはどっちキャンペーン、あと5万です。そしてゴール2までは15万かなくらいです。皆さんありがとうございます。こんばんは。人にお菓子あげるのをケチるタイプかな。そんなことないか。いやお母ちゃんにはケチるよ友達にはね、そう友達には全然あいいよあげるあげるって言うけど、お母ちゃんにはケチってくよお母ちゃんにはちょっといやそれ控え買ったやつやでよし回数食べす、あそうそうそう少なめにね、食べ過ぎちゃったらあれだからと思って少なめに買うんだけど、そうあれなんだよね結局ね、えーってなっちゃうんだよね。前回よりも長い時間かかる。本当ありがとう。スマホの充電は残り何パーで気になる。あ、しかも30とかで気になっちゃう。もともとねもう電池の減りがすごい早いもんだから、そうもう充電壊れてるんでちょっと電池の減りが早いもんだから、もう30来るとあやばいなってなってくる。メンバーにも本音はあげたくないんだろうな。いやそんなことない。うん、割となんかお互いにあこれいるとかそうっていうのをするから、そうなんかあこれあの一口あげるよとか、なんかこのお菓子あげるよっていうのをお互いに結構したりするから、うん別にそう気にならないかな。あお母ちゃんごめんね今度からまああげるね安心なのは何パーセント。安心なのは
80、70あったら安心。ちょっと60切ってくると不安やばいね、ちょっとゆうたありがとうございます。次機種何にしたい？なんかホームボタンあるやつがよくって、私そうホームボタンあるやつがいいんです。サイズはこれがよくって、もうこれ以上大きくなると困っちゃう。そうだからその場合どうなるんだろうって感じ、わかんないの何がいいのか。だから結局なんかお姉ちゃんが先に帰るから、お姉ちゃんとのと同じのにする感じ。そうもうソロないんですよ、次のっていうと、次新しくするってなると。スマホのバッテリーいきなり減ることがあるから安心できないよね。そう絶対に、だから出かけるときはあ長時間これは外出ることになるなって思うと、ため銃、予備充電を持っていきます。最近ね新しいのを買って、かわいいそうこれ予備充電、結構ね大きいんですけど 3.3 回分くらいあるらしくて、必須必須ね。まあホームボタンがないのがあるの、あそうそうそうホームボタンないのあるんです。顔似てる、あんた。こんばんは。ワイルバッテリーいらないから元の電池の容量良くしてほしい。まあそれはそうだよね。でもなんかやっぱり充電さしたり抜いたりするとやっぱりね。壊れてくるんだよね、機械だから。ちょっとおバカさんになってきちゃうんです、だんだん。そうそうそう、充電中にね使うと消耗早くなったり、あとはもう 100% なのにずっと差しっぱとかはアウトって言いますよね。あとはなんかまあ光もねやるんですけど、こんばんは。お風呂持ってったりするとまあ携帯熱くなって壊れちゃうとかもありますし、そうね。光るは iPhone 派な？そうそうそう iPhone 派です。 Android はちょっとと難しくて分かんないお母ちゃんがねアンドロイドなんです。そうあとみんな兄弟3人は全員 iPhone なんですけどお母ちゃんはアンドロイドで、お母ちゃんだから分かんないんです全く。 iPhone と勝手が違うもんだから、そう iPhone でさえちょっと分かんないのにアンドロイドはダメでした。あとちょっと文字がね光からしたらちょっと打ちづらいなって思っちゃった。ゆ
ではつなぎっぱな人多いんじゃない。まあそうだよね、 100% になったらすぐ抜くとかさ、そんないちいち充電なんか気にしてらんないよね。うん、お父ちゃんも入れたいと。お父ちゃんもね、アンドロイドかな。うん、アンドロイド。ババはあれなんだろうねなんか見た目アンドロイドっぽいけど結局何なのかがわからない。世界的に見たら iPhone や Android の方が人気なのかな。iPhone の方が使いやすい。 iPhone 大好き。なんか見やすいし、うん、iPhone に慣れちゃったらもう iPhone じゃないと生きていけない。なんか携帯ショップの方は、まあ私ソフトバンクなんですけど、ソフトバンク行った時、そう、近くのソフトバンク行った時は、まあ多分その人が思うにっていうのもあるだろうけど、あの Android から iPhone に変えるとやっぱり iPhone の方がもしかしたら使いやすいかもしれないですねって。うん、やっぱ初めはね難しいし慣れないかもしれないけど、慣れると iPhone の方が使いやすいかもっていうのは聞いたことあるけど、私はどうなんだろうね結局。そうなの、日本が一番 iPhone の比率高いの。そうなの、しか iPhone しかっていう人なんだけどAndroid 苦手だった。そうそう、 iPhone、 なんかまあどっちもちゃん Android をねちゃんと使うことがないからちょっとわかんないけど、なんかまあ iPhone の方が見やすくて、うん、なんかシンプルっていうのは分かる、言いたいことは。そうって感じかな。そうだから、そう、意地でも Android、 私意地でも iPhone こんばんは。アンドロイドから iPhone にしたけど iPhone に慣れちゃった。やっぱり慣れるとね。すごい動きがだんだんうるさくなってきた、私の動きがだんだんうるさくなってきた。うん、疲れですね。うん、なんか疲れてんのかな、昼寝したからさ寝れるかわかんないんだよね今日。パソコンもマックですか。パソコンの日か持ってません、使えないんで。そう、お高いしパソコンは持ってません。今ね iPad mini 欲しいんだけどね、日か。そう、 iPad mini 欲しいんだけどどうしようかなって感じで。ヒカルの寝顔見せてよ。有料ですヒカルの寝顔は有料です。まあ嘘だけど嘘なんだけど、なんか多分口開けてるからやめとこう
すごいブッサイクな顔してるからやめとこう。ピアス外してどうしたの。たまにね、なんか外してちょっと耳をほぐしたくなるの。目に小さくない？なんか持ち運びしてホテルとかにね持ってったりもするんで私。そうアニメ見てるから、そうだからなんかそのくらいが一番持ち運びとかもしやすくていいかなと思って。おいくら？10万円くらい。高っ。高え。嘘嘘。別見れないよ。見るぞげにがあるよ。あるんだ。あるんだ。安いの。嘘でしょ。ツアーのやつかやっぱり。あれしかもねちょっと見させてもらいました。そう作ってる段階のやつをね少し見たんですけど、私の部分ちゃ綺麗に見れなくて。そうでもなんか光るん結構出てるよって。10万で永久会員、うつどうぞ。何でも分割、あどうぞ。あどうぞご自由に。笑い方の癖気持ち悪い。気持ち悪かった今ね。でも本当にどんな顔して寝てんだろう。これ寝落ちしてみる。いや多分寝れないわ。寝落ち配信は良くないからね。しかもこんばんは。こんばんは。大丈夫 NG な顔じゃなかったよ。あよかった。口閉じてたかな、開いてたかな。どっちだろう。お母ちゃんなら知ってそう。まあお母ちゃんなら知ってるでしょ。お兄ちゃんとかも知ってんじゃない。ヒカの寝顔くらいなら。うん多分ね口開いてるよ。乾燥してたから口の中。口の中乾燥してたから。起きてる時に起きるとさ、朝起きるとさやっぱりさ口開いてたからなのか知らんけど乾燥してんの。口の中バカバンなんのよ。半目はないと思う多分。寝顔撮られたことある？あーでもなんか夢見るのは多分撮られたから乗ってるんでしょう。まあ、基本的には撮られることないと思います。そんながっつり外で寝ることって多分ない。そんな あーでも車両の中では寝るしな。ね、ひかん自分の携帯にも自分の寝顔とかやっぱりないからさ、どんな寝顔なんでしょうか。ちゃんとアイドルの顔してたらいいな。アイドルの顔してたらいいな。夢見るっていうのはハッツとカレンちゃんとミッサーの YouTube です。3人で始めました。はい。たまにメンバーが寝顔撮るよね。あひかね、京香ちゃんの寝顔は確か持ってます。うんまあお見せしないけど、京香ちゃん割とでも出してそう、みんなが他のメンバーが。待って待って、みんな待って待って、ここ私のルームだよ、私のルームだよ、みんな私推しだよね、私の推しだよね。わかるよ、京香ちゃんが天使なのはわかるね、わかるよ、わかるんだけどね、今ここにいるのは平野光です。平野光です。
ごめん、クソ強かったね。ねえ。嘘でもさ、氷川を褒めてよ。まあいいけどさ、いいもん、いいもんね。キャカちゃんの写真見せないもんね。そう、氷川の秘蔵写真だから。そう、これはでも本当にそう、ちょっとどこにも出さないでおこうって決めた、そう、秘蔵写真です。私ギフトありがとうございます。いつだろうな、撮ったの結構前だったんだよね。なんか一緒にドラマ見ててさ、部屋で京香ちゃん先に寝ちゃってさ、何見てたんだろうあの時。そう、本当になんか同じ部屋で一緒になんかドラマを見始めて、いつだろう、何のドラマかも分かんないし、いつ撮ったかももう分かっていない。いつ、あ、きょうかちゃんの配信始まった。あ、よかったね。よかったね。みんなが行っちゃう、きょうかちゃんのところに。サミティ、ピラノピカルサミティ、マジどこだろう、ちょっと見当たんない、まだ。ギフトありがとうございます。なんかもう少しでありそうな雰囲気なんだけどな。ありがとうございます、ね、みんなフォローしてるね。みんなちゃんとフォローしてんだね。へへへへへへ。うん、ありそうな雰囲気はあるんだけど出てこない。いつだろう、え、いつ、え、本当にいつ。別のフォルダにしてないのね。してないよ、全部まとめて一緒だから。フォルダなんか一時期ね、フォルダ作ってたの、作ってたんだけど結局フォルダの方で見ないからやめた。そう、フォルダの方に入れるのやめた。2019年でした。いました、いました、2月24日。そう、昔ね、なんかチューブのメンバーとか、そう、やっぱりチームメイトの写真とか起きてたんだけど、結局そう全部でしかバーって見なくて。そう、いや、出さないよ、出さない出さない。なんか謎にさ、なんかインスタグラムの写真とか勝手に分けられちゃうのね、アプリとか、あのキャノンの、まあ、カメラですね、一眼レフの写真とか勝手に分けられちゃうの。やめてほしいんだよね、勝手に分けるの。やめてほしいんだよねって言うとあれなんだけど、ね、きっとね善意でやってくれてるから、やめてほしいんだよねって言うとあれなんだけど、ちょっと困るの。
気に入りはいいね。お気に入りはめっちゃ使う。なんか漫画の発売日のやつとかスクショしたやつの入れといたり、あとはなんかあこれはインスタに載っけなきゃっていう写真をね、お気に入りねにしといたりするとすごくわかりやすい、出しやすいでね、出してない写真もいっぱいある。だってさ、このさ、すごい髪の毛短いんだもん。すごい髪の毛短いのにさ、いつの写真だよって感じだわ、本当に。髪の毛短いからさ、今さ、割ともう本当に、まあ、ボブよりちょい長いくらいなんですけど、そう、なんかね、もうちょっと丸めの、なんかもうこんな感じの髪型してるわけ、私。その当時の写真すごいよ。こうやってやると変だけど、こんな感じなのね。いつの写真ですかっていう感じ。ヒカの誕生日の次の日だったわこれ。あと2月6日だね。そうです、はい。今日12時まで配信してそうだわ。みんなね、無理せず、明日仕事ある方はね、眠いなと思ったらね、寝ても大丈夫だよ。お仕事優先よ。頃は短かったっけ。いや、初期の頃はね、短くないよ。今くらいだったかな、今くらいの黒髪でしたね。なんか一時期、去年かな、一回クリスマスにもうバッサリ本当にショートにしまして、一回ショートボブかな。もう本当に結構私の人生の中で1、2を争うくらい短くしまして、なんかそれからのちょっと伸び始めた頃の写真かな。で、まあもうショートボブにすることは基本的にないだろうけど、ボブかロングかどっちかだろうな。いやでもな、唐突にショートボブってやりたくなるんだよね。ね、なんかね、髪の毛ね、邪魔になってくるんですよ、だんだん。あ、うざい、あ、うざい、あっなってくる。そうなると、あ、もう切っちゃおうかな、パスって言っちゃったりする。伸ばすんじゃなかったの。今伸ばすよ、今は伸ばしてる。だからロング目指してるんだけど、いやでも今でもね、やっぱりうざいですね。だから切らない、今は切らない。ロングになって、まあ、ポニーテールにできるようになったら、本当に高めのね、もう巻いてポニーテールできるようになったら、もう私はそれでちょっと満足する。そう、ポニーテールをしたいがためのロングなんで、そう、それでアレンジし尽くしてもういいかなって思ったら切るかもね。0時まで行きます、行っちゃいますね今日多分。ギリ縛れるくらい、いやギリじゃない、全然余裕で、普通に下の方ならね割と伸びたんでいけるんですよ。そう、でも高く上げようと思うと、ね、ちょっとなっていう風になっちゃって、うん、まあツインもまあいけるんですけど、三つ編みとかはまだちょっとやっぱり編んじゃうとね、この後ろの短い部分が出てきちゃうんで。そう、でもできないわけではない。めちゃめちゃピンいるけど。
一応できるの。でもこのね短い毛がね出ちゃうんです、どうしても。でもねなんか短いあの三つ編みって可愛いもんだけどね。そう、ヒカは嫌いじゃないんだ、短い三つ編み。自分がやるのはちょっとあれかなと思うけど、なんか他の子がやってるとあ可愛いなって思う。もし娘とかできたら髪の毛とかやってあげられる自信ない。いや練習ですよ。なんかしたいなって思ったら少し練習するといいかもね。うん、お母ちゃんもね初めね、なんかまあひかダンスをしてたんで一時期、その時にまあコーンローこうまあガッともうがっつりかっこよく編む感じのやつをまあやっぱりダンスだからするってことになって、初めちょっと下手だったけどだんだんできるようになって練習してね、そうって感じ。そこからねお母ちゃん結構いろいろ髪の毛いじれるようになっていろんなことしてくれたんで、そう何事もねやっぱりね練習だよ。ひかはね、ひかるんはしてあげそう、もし子供できたら。まあなんかしてあげたいなって思う。そうやっぱり自分の髪の毛はいじれなくても相手の髪、人の髪の毛ならいじれるとかあるじゃないですか、やっぱり見れるから。うん、やっぱりお母ちゃんにねひかをたくさんやってもらった分やってあげたらなんかやっぱり喜んでくれるかなとか。うん、そうやっぱり可愛くしてあげたい、そういうの好き好き。うん、だから編み込みとかもねできるようになりたいんだよね。自分はねちょっとできないんだけど、自分の髪の毛じゃやっぱりちょっとさいまいち分かんなくって、どのくらい髪の毛取ればいいのかとかも分かんないからうまくねできなかったりするんですけど、そう難しいよね。うん、やっぱりちょっとぐちゃってなっちゃう、どうした。まあ今度ねちょっと三つ編みできそうならやってもらおう。器用だね。全然器用じゃないよ。どっちかっていうとね不器用。そう不器用不器用。不器用だよ。明日なんかするん？運動。多分。多分運動。おやすみー。多分運動。しようかな。
走りに行くのかな。ちょっとやっぱりね、食べ過ぎた分はね、早いうちにね、戻しとかないと脂肪になっちゃうね、だんだん。こんばんは、明日も仕事だ、頑張って頑張って。お仕事の方は頑張ってください。いやー、どうよ、43分か。プープープね、ちょっとみん、いやー、でもどうしよう、なんでもない。あ、イーハーさんのね、卒業コンサートね、ね、なんか最近卒業する方が多くて寂しいね。ただいま、おかえり。まみさかレジスきても配信できたよね。そう、なんかね、ちょっとわかんないけど、まだわかんないけど、今年はちょっと日またげたらいいなって、まあ私の眠気次第ですけど、そう、日またげたら配信なんか、そう、またあげたいなって思ってるんですけど、どうしようかね。結局その日にならないと分かんないっていう。多分できるんじゃないかな、分かんない、まだ今年はどうなるかは来てないんで知らないんですけど、まあ例年通りならばできるはず。ね、ヒカが寝てなければ、いつもね、その時間もお風呂じゃなかったお布団入ってるから。うん、一緒に年越したい、ちょっと頑張るね。じゃあ誕生日も日またぎできるんだよね。それを初めて知った。毎年どうしてるの？寝てる、寝る、そう、誕生日前夜から当日は日またぎできたはず。あ、そうなんだ、知らなかったな、それは。そう、年末はねできるのは知ってたんだけど、誕生日は知らなかったな。まあ分かんない。結局ね、近くなってみないと分からないっていう、そういう習慣、予定は、まあ、なんか基本的に早寝早起きの女なんで。彼の来年の誕生日は何曜日？何曜日だ？何曜日だ？お、土曜日。
お休みだよ一応。え、土曜日だよねこれ。うん、土曜日、土曜日、土曜日だって。でも確かさ、お話し会なかったっけその日。日課はないけどお話し会ね、あるよね確か。みんな来てくれるかなみんな来てくれるかな。ね、やっぱりあるよねそう、日課はね16で29はないんですけど、はい、まあお誕生日の日はね配信しようと思ってるので。1月29 My birthday My birthday Woo! Yay!当日の生誕祭は無理ってこと？うん、できるよ。1月29日はできますよ。まあ、ご飯でも食べながらみんなとねお話できたらいいなって思ってる今のところそう、直前にならないと結局わかんないけど、まあ、今のところはそういう風に思ってます。49分、早い。鉄の公園、鉄の公園どちらがいい？あ、今回ね一応鉄の公園でお願いはしました。はい、あのどうなるか、結局そこからどうなるかは分かんないんですけど、一度ね日課前々からあのチーム4の方でやりたいっていうのをお話ししてたので、ショールームとかでも言ってたので、今回はチーム4でできたらいいなと思って、そうチーム4でしたいんですけどっていうお話はスタッフさんにしました。そこからやっぱりちょっとスタッフさんがね、決めてくださると思うんで、まだいつ生誕祭あるかも分かんないんで何とも言えないんですけど、18の生誕祭はもしかしたら鉄なかなっていう。23時50分ですね、早い。いやーちょっとね、みんなにご相談。いやーこれで言うか迷ったんだけど、そう昨日も一応話題には上がってたので少しご相談。ね、希望取ってほしいね、ご相談。いや今ね、焼肉対すき焼きのね、好きなのはどっちっていうキャンペーンやってるじゃないですか。でまあ、昨日もねお話ししてたんですけど、なんかゴールにまで行くのっていうお話をまあしてたじゃないですか。あ、痛い、あ、痛いなんか改まって言うとすごい恥ずかしいんだけど、そうまあね、どこまでやるのっていう話をねしてましたよね、少しね。でそこはまあ皆さんとご相談っていうお話を昨日いたしまして、
そう、なんか皆さん的にはどうかなっていうのを、卒業関連ではないよ、大丈夫だよ、なんかね、あのそこまで引っ張らないそう、だからまあ人としては、まあ黒毛和牛が縁やって言うと、まあまあ、うんうん、まあまあそうねっていう話になってはしまうんですけど、なんかまあ行けるところまで行きたいなっていうのが私の、まあわがままって言ったらわがままなんで、まあ無理だよっていうなら全然大丈夫なんですけど、本当にこうわがままを言ってるわけですから、そう、だからなんかどうしようかなっていうお話です。そう、これをねちょっと言うか言うまいか迷ってたの、ずっと。なんかね、ヒカがちょっとね、わがままにわがままを重ねるのもあれだなと思って、そう、だからでもあのやっぱりまあ5万あと5万ですし、あと3日、4日、まあ今日、まああと本当もう8分とかだけど、あとまあ3日とちょっとなわけで、だからちょっとどうしようかなっていう、そう、なんか終わってから、なんか20万までなのに終わってからなんかあの投げてくれたのにみたいなのもなんかあれかなと思って、ちょっとそこは皆さんとご相談してあの決めたいなって思ってて、こんばんは。そう、こればっかりやね、私がっていう、なんかまあ皆さんがっていうキャンペーンじゃないですか。もう私もね、もちろん楽しくね配信できるように頑張りますけど、そう、なんか私がっていうより、なんか皆さんが応援してくれて、で達成できるっていうイベントキャンペーンだから、ちょっとどうしようかなっていうお話なんで、ちょっと皆さんと相談したくて、それを、まあ、別に何時間でも配信は全然29までですよね、29までは全然空いてるんで、はい、全然できますよ、時間的には。なんかお仕事入ってる、まあ、急遽お仕事入ったりっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、基本的には今のとこ入ってないんで、うん、とりあえず20万超えたタイミングで30万はどうするかにしたら、そうする？うん、そう、なんかそれを決めたくって、なんかこればっかりは皆さん次第って感じかなっていうお話ごめんねなんか改まって言うとあれなんですけど、本当になんか申し訳ないんですけど、あと5分、ありがとうございます。そう、なんかどうしようかなって感じなんで、まあ別に、まあ今すぐ決めることではないかなとは思うんですけど、そう、あ、そうですね、とりあえずちょっとランキング先に読みますね、配信終わっちゃうんで、切れちゃうんで。はい、13位 WYやと影の守護神さん、12位カイさん、11位バッキーさん、10位カボちゃん、9位ポムポムフジッピヒカルン推しさん、8位ケントさん、7位大輔さん、6位サルキチャットヒカチューブさん、5位プリーツアットヒカチューブさん、4位オニール大佐さん、3位佐藤ちゃん、2位カッキー焼き鳥連合オレンジか、昨日配信途中で寝てしまってましたさん、いや、お仕事でね、きっと疲れてるんだよ、いつもありがとうございます。そして1位ユータとヒカチューブさんです。呼ばれてない方います？13位バンちゃん、12位 WY やっと影の守護神さん、11位カイさん、10位ワッキーさん、あとは大丈夫そうですかね、9位カボちゃん、大丈夫そうですかね、はい、ありがとうございます。そしてギフトいきます。
ゆうちゃんさん、 WY やっとおかげの守護神さん、藤っぴさんです。ありがとうございます。はい、そして呼ばれてない方いらっしゃると思うので、それは挙手制でお願いします。ブリーチさん、ゆうたさん、おにる大佐さん、藤っぴさん、サルキチさん、かぼちゃん、ピカチューブのミケ、お、あと3分、ありがとう教えてくれて。はい、大丈夫そうですかね。皆さんありがとうございます。はい、まあ、ということでさっきのお話もあるんで、まあなんか今すぐにって感じではないので、まあそうですね、あ、2回呼ばれた、あ、ラッキーだと思っときましょう、それはなので、まあなんか今すぐってことでもないんで、まあ皆さんでちょっとかあの少しあのどうしようかなっていうのを考えていけたらなと、みんなで、はいって感じなので、はい、少しご相談をさせていただきました。次第です。はい、はい、ね、なんかごめんね、なんかわがまま私のねわがままをねちょっとあの言っちゃって本当に申し訳ないんですけど、私としてはまあそういう気持ちですっていうのをとりあえず言っときたかったっていう感じなので、まあはい、そんな感じです。でも本当にね皆さん私のわがままにねちょっと聞いてくださってありがとうございます。本当にキャンペーンちょっと今月ね2回目になるんですけど、本当に皆さんね無料ギフトも投げてくださるし、本当になんかめっちゃ嬉しいですありがとうございます。お、あと1分ということでね、皆さん今日も一日お疲れ様でした。そして配信見に来てくださってありがとうございましたね。ちょっとね夜遅くなっちゃったんですけど、本当に見に来てくださって本当に嬉しいです。また明日もね配信はするつもりなので、はい、また見に来てくれると嬉しいです。明日はねちょっともうちょっと早めに配信始まるかなと思うんで、8時台には始まるかなって思うので、ぜひよかったら見に来てください。はい、本当に皆さんありがとうございました。ん、それではおやすみ、またね。バイバイ、また明日声がおやすみ、おやすみ、ちょっと遅れる。